はい、次。アイテム欄の右枠にご注目。見えましたか？スローでいきますぞ。ドクターマグの研究所。どうもですー。ナナナノオ。ナバドス。はい、今日はですねー、とあるワールドに来ております。ここがどこなのかわかる方はいますかねー。って言っても、動画タイトルでバレちゃっていますよね。ふふ。そうなのです。あの TT 君のワールド、シード地2323に来ております。え、TT 君って誰？そういう方は、この動画をご覧ください。これ、この動画で私は、謎モブである TT 君を調査しております。しっかしねー、このワールドというかシード地、なんか変だったんですよね。いつもと同じように録画していたのに、なんか画像が乱れまくっているというか、ぐちゃぐちゃになっているというか、そんな感じになってしまっているのです。言っておきますが、そういう演出の編集はしていません。この動画のコメント欄を見ると、編集だろうって言っている方が結構いるのですが、全くしていません。ちなみに、カットも何もしていない録画データは、G 研究所の方にアップしております。これが録画したままのデータなのです。これを見たらデータが飛んでいるのもわかると思います。そうそう、今回はそんなことを説明したいわけじゃないのです。なんかねー、TT 君の動画コメントを見るとねー、私が見落としている不可解なものについて、結構指摘してもらっているのですよ。今回はそれを、皆様と一緒に見ていこうかなと思います。結構怖いのもありますので、頑張って見ていきましょうねー。いいですか？あ、その前に、この TT 君のワールドを検証するときは、注意してくださいな。人によっては、こんな謎現象が発生することもあるみたいですから。空中にスポーン。これはやばいですぞ。うん。私は責任を持てませんからねー。自己責任で検証してください。動画を見るだけでもやばいかもですので、そっちも自己責任で見てください。一応、概要欄にリンクは書いておきます。でもねー、いろいろとヤバそうな経験をしている方が多いので、気をつけてくださいよー。いや、やっぱり私の動画を見るだけにしておいた方がいいかもですな。動画を見るだけなら、あなたのマイクラに異変は起きないですからね。うん。検証はおすすめしません。うん。それでは、コメント欄で指摘されていた場面を見ていきましょう。まずはこれ、なんか肉塊が映っているらしいのです。見ていてくださいな、このあたりらしいです。見えましたか？あ、なんか肌色のがある。そして赤い色も、ああ。お次はこれ、じゃがいもにモザイク。見えましたか？スローで見てみましょう。あ、ちょっと待って、なんか文字がぐちゃぐちゃになってる。ほら。そして、この後、じゃがいもを移動させたら、なんか黒いモザイクがある。なにこれ。はい、次、アイテム欄の右枠にご注目。見えましたか？スローでいきますぞ。これって、TT 君の特徴の一つ、腕だけ見える現象のやつですか？マジっすか？消えた。おいおいおい、なにこれ？腕なの？こんな小さいの？それとも遠くにいるの？平井心にも見える。しっかし、消えるのはよくわかりませんな。これに関しては皆様のご意見を伺いたいですな。なにこれ？はぁ？お次は、左に TT 君っぽい影がある。この場面なのですが、もうねえ、映像が乱れすぎていて、私にはよくわかりません。影があるようにも見えますし、ないようにも見えます。難しい。でも、不気味なのは確かなのです。
はい。次もこのお家の場面。家の柱にスケルトンの顔が見える。何個かの顔がこっちを見ているとのことですが。もしかして、これですかね？うん、確かに顔に見えなくもないですな。そして、やっぱりこの方も、左の壁にテイテイ君が見えているようです。こっぱ？ほんと、心霊写真じゃないですか。怖いですっての。まあ、私にはテイテイ君は見えませんが、こんなに見えるという方がいると、怖くなってきますっての。お次もこの場面。下の方に叫ぶ男の人がいる。あ、これはわかった。これですな。かなり顔色の悪い顔に見えますな。どうですかねー？皆様もわかりましたかねー？ほら、これです。大きな顔に見えます。ほらほらー。歯並びが綺麗な人ですなー。わかりました。ねえ。お次は、中央の草が怪しい。怪しいって?この中央の草のことですよね。確かに言われてみれば、ちょっと怪しい。ああ、怪しい。確かに怪しいです。嫌な色合いになっていて、怪しさ抜群ですな。お次は、左上にプレイヤーの下半身が見える。見えない何かがいる。何それ？怖いですって。どこだー？プレイヤーの下半身はー。あ。これですな。なるほど。確かにそう見えますな。ちょうど良い大きさに画像が乱れてますね。なるほどです。ほんとねー、皆様、よく見つけますよね。私が全然スルーしているところを、注意深く調べていただいて、ほんと頭が下がります。今回、私が見落としている場面に関して、コメントにてたくさん指摘していただきました。皆様、ほんとありがとうございます。こんなにも謎のものが映っていたなんて、私は少し動揺しておりますぞ。この世界、やっぱり何かがおかしい。皆様は、検証しない方が良いと思います。いいですか？危険な検証は、ドクターナバの研究所、我々が行いますぞ。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録をお願いいたします。Twitter のフォローもしていただけると嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょうね。では。